皆さんこんにちは、自称レゴブルダーひろゆだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスターウォーズミレニアムファルコンマイクロファイターです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の正月限定トイザラスハッピーバッグの中に入っていたレゴです。はい、今回は久しぶりにレゴスターウォーズを組み立てます。ちなみにこちらのマイクロファイターは絶版品になっています。いや、もうやっとハンソロのミニフィグを手に入れることができましたので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの発売日なんですけど、確か2021年か2年ぐらいに発売されたレゴスターウォーズです。定価についてなんですけど、どこにも載ってなかったんですけど、多分1180円で、ピース数は101ピースです。ではこちらのミレニアムファルコンマイクロファイターを組み立てます。マイクロファイターミレニアムファルコンです。はい、完成しました。ちなみに今回は全部で15分で完成しました。いや、やっぱマイクロファイターズの完成度はすごい高いですよね。いや、さすがレゴスターウォーズだと思います。そしてついにハンソロのミニフィグを手に入れることができました。いや、もうこれがずっと欲しかった。はい、全体をぐるっと見ますとこのようになってます。右手にはブラスターを持っていて、でさらにこのハンソロのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、このように表情を変えることができます。ルークとレイヤ姫と R2D2 と、でそして、まあ、中ばっかによく似たウーキーの選手と並べると、おお、いやー、いいね、この並び。あとは C3PO と中ばっかのミニフィグ並べたいんですけど、実は両方持ってないので、まあ、いつかは手に入れてエピソード4から6のキャラクターを並べたいなって思っております。はい、続いてはこちらのミレニアムファルコンです。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。今回のマイクロファイターズは小さいパーツとかがすごい使われていて、実際のミレニアムファルコンに近いように作られているところがすごいいいと思います。ではちょっと近くで見ましょう。ここが操縦席部分です。操縦席のこのパーツはプリントパーツになっています。アンテナとかのパーツをこういった小さいパーツとかで使われていて再現しているところがさすがレゴマイクロファイターズだと思います。後ろのバーニアはこのようになっていて、今回は青いクリアパーツになっています。そしてここがシューターになってますので、ここを押すと、はい、このように発射させることができます。ではハンソロを座らせます。ちなみに座らせるところはここです。乗せ方はいつものマイクロファイターズと一緒です。はい、乗せてみるとこんな感じです。隣に偽注意を並ばせるとこんな感じです。でもミレニアムファルコン高いんですけど、こんな感じでマイクロファイター化されて手軽に買えるのはすごいいいと思います。はい、レゴスターウォーズマイクロファイターミレニアムファルコンはこんな感じです。はい、ということでレゴスターウォーズマイクロファイターミレニアムファルコンを組み立ててレビューしてみました。僕前々からミレニアムファルコンとハンソロのミニフィグが欲しかったんですけど、なかなか手に入らなかったんですけど、今年のハッピーバッグの中にこれが入ってたのでめちゃくちゃ嬉しかったです。で、作って思ったことは、小さいパーツでいろんなところをしっかりと再現されているところがさすがマイクロファイターズだと思いました。はい、以上ひろゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。